はい、皆さんこんにちは。まあ、前回の続きでね、まあ、そのまま時矢橋にいるんですよね。通称木の橋。じゃあ今回もそのフォトスタンプラリーの続きをやっていこうと思います。前回ねスタンプ6個ゲットできたので、今回は近くの前輪ミュージアムかな、そこにね行ってみたいと思います。はい、今ねもう信号渡ったらね前輪ミュージアムがあるんですけど、まだね範囲に入ってないんですよね。あ、範囲に入っとうか。じゃあここで写真撮ろう。よし、コメントどうしようかね。コメントはいや、とても重宝しています。前輪の地図はすごいです。よっしゃ、投稿できた。すごいね、急接近で見たらめっちゃ高い。じゃあ次はね、どこが近いかな。前輪ミュージアム撮ったから、あ、小倉城庭園と小倉城、あと白テラス、このエリアでもパンパンパンって3つ連続で撮れますよ。よし、行ってみようかね。ああ、やっぱねこの辺の雰囲気がいいね、落ち着く。もうほぼしょっちゅう来てるんですけどね、いい感じ。観光客の方も結構いいですよ、日曜日やしね。これね、右がリバーウォーク北九州、そして左に行ったら小倉城とか庭園とか白テラスがありますね。すごい、あの鳥たちの集団行動がね、綺麗に飛び立ったね。それは北九州のあの小っちゃい。スタンプ入んない。小倉城テーマであと20メートルぐらい、約9メートル。よっしゃ、着いた小倉城庭園。この辺撮ろっかね。ちょっと人が映ってないね。よし、今ねやっと撮れました。小倉城庭園スタンプを押す。ちょっとねもうコメントめんどくさいけ、そのままちょっと投稿しますね。コメントが思いつかいませんでした。よし、スタンプゲット。はい、あとね連続で小倉城もゲットしました。ちょっとこれめんどくさいね、でも開いたり取ったりで、しかもいちいちこの画面が戻るのがめんどくさいね。よし、散歩す。いいねこの写真、なかなか。小倉が誇るお城です。よし、どこ。よし、スタンプをゲットしましたね。え、いかんじゃね。じゃあもうこれね、もうちょっとまっすぐ行ったら白テラスがあるんで、
次はそこですね。めんどくさいけカメラの用意しておきます。こんな風にね、ほら白テラス見えてきました。ここね 2,3 回立ち寄ったことあります。はい、辻利茶屋があってね、入ってて美味しいんですよね。この白テラスっていう文字を入れたいですね。よし、取った。辻利茶屋のグリーンティーが好きですね。好きですね。よし、とこう。やった、ゲットした。ああ、いっぱい溜まるよね。で、次は？次どこが近いかな。松本清張記念館がこの先ってあるんで、それが近いかな。うん、約15メートル。勝山公園も近いけど、一気にパッパッパッと撮れますね。ここね、なんかスポット一覧バーって出るんですけど、もう終わったやつは出ないでほしいんですけどね。そのモードがあったらいいのになと思います。ちょっともう白テラスとか、このさっきから夜間観賞クルーズがずっと出るんですよね。それがちょっと邪魔くさいかなって感じがします。松本清張記念館着いた。正面入り口、またね、お城の中を通ってくればよかったね。まあいいや、ちょっと遠回りしてしまったけど、こんなとこですね。よっしゃ、投稿しました。やった、ゲット。現在11個ですね。じゃあ次はどこが近いかな。勝山公園とか近いね。うん、一番近いのは勝山公園行こっかと、中央図書館、そんぐらいかな。さあ今ね、松本清張記念館から中央図書館を目指してます。もうすぐ近くにあるけど楽でいいね。なんかね、やっぱ小倉北区と門司港周辺はね、めっちゃスポットが近く場にあるので集めやすいですね。逆にこう八幡西区とかね、小倉南区の人は結構大変なんですよね。平尾台とか北九州空港とかね、行かないけんし、うん、さあ目の前に中央図書館が見えてきました。気持ちいいね。暑い、でも今日本当もう背中ね、汗でびちゃびちゃになってきました。いいね、なんか図書館戦争を思い出しますね。まあこの辺もね、ほとんどしょっちゅうやってきてるんですけど、やってきてるんですけど、なんかあんまり新鮮さはないけど、でもこの外観は好きですね。どのアングルがいいかね。この辺撮ろっか。よし、ちょっと2枚まとめて撮ろっかね。
ここでせなダメなんかな。スタンプゲット、ん、文学館、文学館これでいいんかな。文学館、同じ画像でもいいんかな、これ。よし、同じ写真やけど場所が一緒やったらよかった。できた。ちょっと認知機っぽかったけどね。さあ、あと勝山公園。気持ちいい。こう芝生とか土の上歩いたら気持ちいいですね。この階段のアングルがいいかな。よし、撮った。よし、勝山公園ね、散歩す。最高の憩いのスポット、写真投稿。よっしゃ、やりました、ゲットしましたよ。スタンプ帳見ようか。見て、もうね14個貯まりました。1日で14個貯まりましたね。動画は2回に分けたけど、ということは3,4,12で4回応募できますね、4口。ああ、嬉しいね。はい、じゃあそういうことでね、まあ、次はどこに行こうかなとか迷ってますけど、とりあえずもうこの小倉北区はほぼ制覇したので、あとね、東東ミュージアムがちょっと離れたところにあるぐらいで、小倉北区はね。なので今回はこれで終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。